どうも、なおちんです。さあ、今日も妖怪ウォッチ4やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ、今日はね、戦闘をやっていきたいと思います。ほんと久しぶりなんで、どうやったらいいか全然覚えておりません。これね、煉獄玉とか極玉かなりレアだったよね。なので一度超で戦ってみて、ここら辺に挑戦してみましょうか。一度超で行きます。行きましょうか。一応ラスボスだね。でもこの戦闘はもうあまり最後の方しなかったよね。基本的にバスターズで遊んでたので、はいはい、なんか覚えてるぞ。なんか覚えてる覚えてる。トーマがとにかくこの鬼の手が強くってガシガシ攻撃できたんだ。で、あー待て待て、おい、来た、ちょっと待て待て、攻撃をさせて、おお効くね。で、ガチャをするんだよね。そうすると妖怪出てきて、光オロチが出てきたら敵の防御力がガタ落ちするんだよな、うん、こいつはとにかく、そう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 、光オロチがいないとダメージが与えられなかったんだ。おーおーおお、あ、でもやっぱり小ぐらいだね。レベル120あれば全く問題ないわ。え、これガチャ引かんでもよくない？多分ガチャ引かずに全然余裕で勝てる気がするんですけども、どうでしょうか。なんか食らってるけど、ああ終わった。まあいいや、ガチャをもう一回だけ引いときましょう。何が出た？ブリー隊長しか出ないな。でお前も逃げてばっかりだ。なるほど、お松とか回復だね。懐かしい。あ、でドローンが来た。もう普通に、あぶねえ。これ回避が意外と難しいね。回避むず。いや、でも敵は弱い。難易度が低いからか。で次は煉獄行ってみましょうか。え、俺煉獄玉持ってなかったか。やっぱりあれレアだわ。極玉はある？俺 4つしか持ってないじゃん。こんなもんだった。そうか、まあいいや。とりあえず極の魔天空鳴き行ってみましょう。まあ推奨レベル80なんでそう大したことはないと思うんだけどね。でもまあ蝶よりは全然強かったとは思います。うん、さすがにこいつぐらいになると光おろしが出ないと、おお結構効くね。効く効く効く。とりあえずお待ちで回復入れてないとこれやばいか。で、あー義経で防御力ダウンもやっていきましょう。危な、おお効くね。これ煉獄って相当難しくない？あ、でも勝ってたか。倒したことはあるような気がするね。これ運次第だもんね。おおおエンマ、HP 大丈夫？これお松でとにかくやらないとダメだね。人面剣界大外れです。容器を吸い取らないとダメだね。お、うわー、全くなんか意味のないところに突っ込んでる。おー、いったい。いや、これ極でさ、こんな感じで戦ってたらこれ煉獄は無理だよ。何だ、百鬼姫
百鬼目なんすんの、バフ。あ、百鬼目が回復か。あ、なるほど、はいはい。あ、こうだったね。あ、ちょっとやり方がさ難しい、全然覚えた。あっぶね、今の普通に食らってたら死んでた。お待ちしておりますオッケー、やった。あっ、痛い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 。あ、そうねそうね、これいった、痛い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 。これ妖怪の方に変わって戦っていってたか。これやばい、まあ、死ぬぞ。嘘、ヤシャ今死んだ。回復があったね。回復は確かいっぱい持ってたと思い、あ、こっちか。あ、深い感動、おー、しゃしゃしゃ、いっぱいあるいっぱいある、使い放題だ。お金は確かね、もう死ぬほどあるから大丈夫なんだよ。え、ちょっと待って、あ、あー、なるほど、わかったわかった。ちょっと待って待って、よし、これ操作がむず、操作むず。あ、光落ちきた、シャイニングシャイニングきた。まだまだかまだかまだか、シャイニングしてシャイニングして、オッケー、これでダメージが入るようになったと思う。いや、そうでもないぞ、2回か、2回しないと完全には、あの闇の衣みたいなやつ、あれが解けないんだな。 OK、 あと1回ガチャだ。なんだ、光おろし、おし、効くね、むちゃくちゃ効くね。ああ、ブリン隊長ありがとう、いいんじゃない。おお、思いのほか強い、思いのほかむちゃくちゃ強い敵が。 OK、 でも多分ね、トーマの攻撃がね一番効くんだよね。だからトーマで攻撃していきたいんだけども、あ、キャキメ回復して、ちょっとトーマで鬼の手で攻撃していくか、いくぞ。効く効く、エンマ30ぐらいだけど俺100とかダメージ与えてるよ。いったー、オッケーオッケーオッケー、ガチャあるねガチャあるね。光オロチ、いってー、痛すぎる、無理対象か。いやー、妖怪ウォッチ4難しいな、これむずいね、もう思った以上に難しいぞ。よし、鬼の力いける、あっ、今のは避けた気がしたんだけど、うわうわうわ、これこれこれ死ぬんじゃない、これ死ぬんじゃない、これ全体攻撃だよね。危ね、死にはしなかった、よかった、回復しようか。もう倒せるからいいけど、一応回復しておきましょう。ちょっとでいい、でガチャを回しとこう。おお、すごいね、光オロチ来なくてもいい、100鬼目が嬉しいから。おお、100鬼目で回復した方が嬉しいです。はい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 、となるとここは義経で防御力を下げてあげましょう。 OK、 鬼の手いけ、意外なほどに強かった。これね、今戦うと煙獄は無理、勝てないと思う。はい、ということで今日は妖怪ウォッチ4、通常の戦闘をやってみました。難しいね、妖怪ウォッチ4ってこんなに難しかったか。はい、まあ、とりあえず煉獄玉が全く持ってないので、あれをちょっとゲットしないといけませんね。 あとバスターズだね、基本バスターズが
最後の方をやってて面白かったと思うので、バスターズを基本的にやっていきたいと思います。まあ、妖怪集めもね、やらないといけないんだけど、頑張っていきます。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。